方です。やい曲で本日歌い方の解説をするのはヒゲダンのアポトーシスという曲でございます。アポトーシスってなんじゃいって話じゃん。アポトーシスっていうのはね、もともとプログラミングされたあらかじめ決まっている、まあ、細胞の死滅、細胞が死ぬことっていうことなのね。それってつまりさ、人間がだんだんこう死に向かっていく過程であるわけ。人間っていうのはさ、いつか死ぬわけじゃないですか。で、なんでこのアポトーシス、この曲も死をテーマに扱ってると大白さんは思っています。で、音域も広いし、転調もね、クライベイビーの時みたいに転調もたくさんするし、だから音程も取りづらいし、本当に大変な曲なんですけど、それ以上に歌詞一行一行に思いが込められているので、まあそういったこととテクニックの部分とボイストレーナーお白と一緒に本日も音楽のレッスン楽しんでいきましょう。というわけでレッスンスタート。A メロで大切なのは歌詞をしっかりと落とし込んで歌うことだと思います。まず訪れるべき時っていうのは死ですね。死だと思うの、おそらく。で、その時、悲しまないでダーリンって言ってるわけじゃん。だから問いかけてるわけよ、相手に。死。そして相手に問いかける。これを死、表す時に、ウィスパーボイス、息が混じって優しい声を使ってます。訪れるべき時が来た。もしその時は、優しくね。優しくダーリンって問いかけてあげてください。そして、訪れるべき時。もしその時。これさ、時って2回出てくるんですけど、これね、絶妙に言い方が違くて、1回目は、時みたいな感じ。訪れるべき時、時が来た。もしその時は、2回目は、時、時。トッキとトッキ、ちょっとね違うの、リズムの出し方違うので気をつけてください。そしてブレスのところ、 V マークのところは吐いて吸います。これ意味わかる？訪れるべき時が来た。吐いて吸った方がね、吸いやすいんですよ。短い時間に意外と深く吸えるのっていうのは、吐いた反動を使って吸ってるの、藤原さん。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないでだ。問いかけて、ここ裏声ね。ダーリン。吐いて吸う、吐いて吸う。これ徹底して。こんな話、優しくね。こんな話は、ここちょっと強くなります。こんな話は、そろそろ、そろ。で、最後。ちょっとまっすぐ伸ばした後に、ふんって、ふんって放り投げてあげて。で、4行目は、吐いて吸うんじゃなくて、ただ吸います。ソロー。しなくちゃならないほど素敵になったね。で、ここが、ステーキ、ステーキ、ステーキ、ク、ク、K の音を強調してあげてください。ステーキに、なったね。で、こう、区切る、区切る、区切ることで、こうなんかちょっと切ない感じ。素敵になったね。じゃなくて、素敵になったね。区切ってあげて、区切ってあげて、区切って、このエモい感じ出しててさ、こんな話をそろそろしなくちゃならないほど素敵になったっていうのはさ、年を重ねたっていう意味だと思うの、言い換えると、年を重ねたっていうことさ、素敵になったっていう風にさ、言い換えてるわけよ。素敵じゃない、それこそっていうような話なんです。そして、このね、A メロ、もう一個ポイントがあって、ビブラート。ビブラート。ビブラートと呼ぶべきかどうかわかんないんですけど、声を震わせてほしいの。震わせてほしいのね。訪れるべき時が来た。もしそう、もしそう、そう。ちょっとこう泣いてるみたいな感じ。もしその時は。なんか、ねえ、って強いビブラートをかけるんじゃなくて、これなんか泣いた時にさ、声って揺れるじゃないですか。このぐらいでいいの。泣いた時の揺れをビブラートにして、この波線のところ入れてみてください。さあ、ポイントを押さえながら、おしらさんと一緒に歌ってみましょう。日々 GO! 訪れるべき時が来た。もしその時は悲しまないでだに。こんな話をそろそろしなくちゃならないほど素敵になったね。ウェイ！ A メロの2週目はリズム気をつけてみてください。黄色のところがアクセント。ドゥッダーン、ドゥッダーンってさ、ちょっと原曲聞いてみて。こういう楽器の音が鳴ってるのよ。恐るるに至る将来に、ビブラートと息吐いて吸う。ここら辺もね、押さえといてん、ちゃんと。で、この後が、あんまりひどく、ここ3番作るよ。ダラダラダラダ、怯えないでダーリン。
さ、ダーリン1週目はダーってさ裏声だったじゃん。2週目は地声なんだけど、ダーって言っちゃうとちょっとお下品なのでやめて、ダーリーダーリー地声なんだけど柔らかく、地声で優しく出せないよって人は裏声使っちゃった方が安全かもしれません。そう言ったわた、ここさちょっと難しいんですけど、アクセントそういいじゃなくて、そう言ったそう言っ、こっちね、いの次のつの音についてます。そう言った私の方こそ。で、最後また、ふわって放り投げて、少しずつ柔らかくしてて、しっかり吸って、く、く、く、K の音強調。怖く、怖くてたまらないけど、で、終わりです。リズム、アクセントに気をつけて、おしらさんと一緒に歌ってみましょう。日々 GO! 恐るるに至る将来に、あんまりひどく怯えないでダーリン。そう言った私の方こそ、怖くてたまらないけど、さよならはいつしかって、ここの B メロがとっても素敵なんですけど、転調します。今までこういうさキーだったのが、こういう感じのキーにね転調します。だからちょっと音取りづらいと思います。で、ここのさよならもめちゃめちゃもう素敵で難しいんですけど、さよならはってダラダラダって歌わない。さよ、よはしゃくる。さよなら、なとら。細かいビブラート、泣いてるつもりで言って、さよならはいつしか確実に近づく。これさよならってもう死ぬってことだからね。だから、さよならは、じゃなきゃ、さよなら、丁寧にね、丁寧にね、は、いつしか、確実の確ってほぼ言わないぐらいの気持ち、ウィスパーボイス。確実に近づく、裏声づく、落ち葉も空と向き、向き、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 この木、強調して、向き合うセミも、私たちと同じ世界を、落ち葉とセミってさ、これさ、死んだものの例えなのね、比喩な、比喩というか、なんだろう、象徴でしょ。だからさ、空と向き合うセミってのはさ、もう仰向けのセミですよ、恐ろしいやつですよ、動き出すなと思うんですけど、ヒゲダンがさ、空と向き合うセミってそれをさ、表現してくれるとさ、もう本当に素敵だなと思っちゃう。で、落ち葉も空と向き合うセミも、私たちとって、ふうにここのウィスパーボイスに繋がってくるわけです。同じ世界を、ここも優しくね。同じように生きたの。最後の吐きって書いてるところは、吸わなくていいです。ように生きたの。で、吐いて終わりでいいです。このフレーズに関しては。さあ、B メロ、ポイントを押さえて一緒に歌ってみますよ。Here we go! さよならはいつしか、確実に近づく、落ち葉も空と向き合うセミも、私たちと同じ世界を、同じように生きたの。サビの頭まず音程が難しい。この1オクターブ以上駆け上がるのね。で、頭の K はしっかりと強調してください。今宵も彼が鳴る音楽は、で、この後の歌い方が難しくて、なんか区切りマークあるんですけど、区切りすぎるとダサい。お祭りの後はやりすぎ。お祭りの後だとちょっとヌメヌメすぎ。その間、お祭りの後みたいにちょっと押し直すみたいな感じかな。ここのね、歌い方ちょっと藤原さんの歌い方よく聞いてみてください。に静まり帰ってる、帰ってるのって手が静まり帰ってるんだから、もう静かにしてって感じでウィスパーボイスね。るなるべく遠くへ行こうと、わた、私のわたはほとんど言わない。わた、わた、私たちは焦る、知った B4 まで出てきますね。高いんですけど、わた、わた、ここね、あんまり言わないことがポイントです。私だと結構大変なので、私たちは焦る、わた、
というわけで、ポイントを押さえて一緒に歌うんですよ。 Here we go! 今宵も鐘が鳴る方角はお祭りの後みたいに静まり返ってる。なるべく遠くへ行こうと私たちは焦る。サビの2周目後半行ってみましょう。似た者同士の街の中、また大変ですね。今度は1オクターブどころじゃない、 B フラットまで行くんでめっちゃ高いで、その次もまた大変なんですけど、空者同士の胸で今ねが C5 でございます。高いどの音、大変です、大変です、大変ですって感じなんですけど、こういうね、下から上に登っていく時のフレーズっていうのは叫んじゃダメなの。叫んじゃダメ。軽くしていく声を。か、からぼどしの胸って言っても絶対いけなくて、だんだんと、からぼどしの胸っていうより、だんだんと軽くしていくと良いです。裏声に近づけていく。強めてが裏声で、未来やと。このトを結構言って、このトは結構強くやって。心を強めて未来へと、ひた走る。このぐらい結構ポーンってトは言っちゃっていいです。うわーわーはさ、結構高い裏声なんですけど、鋭くね、鋭く出して。はースカスカにならない。おー深くならない。わー結構鋭めにお願いします。で、頭、エッジボイス入れる。うわーわーわ、別れの時、など。で、この後の目、結構ドーンっていきます。目の端にも、目の端、結構ドーンって強く言っていいよ。映らないように、そう言い聞かすように。で、これさ、そう言い聞かすようにちょっと多分リズムちょっと難しいと思うんですけど、そう言い聞かす、言い聞かすの2文字目のい。ここにアクセントリズムの中心があると思って歌ってください。さあ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 、大変ですけど、サビの2周目もポイントを押さえて一緒に歌ってみましょう。たくさん練習して何回も繰り返し繰り返し練習していくよ。Here we go!似た者同士の街の中、空っぽ同士の胸で今、鼓動を強めて未来へとひた走る。別れの時など、目の端にも映らないように、そう言い聞かすように。お疲れ様でした。ヒゲダンさんの曲ってさ、難しいんですよ。音程も難しいし、音域も広いし大変なんですけど、それ以上にね、すごく素敵な歌詞なの。やっぱさ、この C をテーマにした曲なわけじゃないですか、きっと。だからさ、一個一個、一行一行自分に置き換えてみて。まだね、まだね、若い人もそうだし、もう年老いてる人も、年老いてる人、ご年配の方もそうだし、もうあのミドル、ダイスミドルもそうだし、わかんないけどさ、まあ C っていうのはさ、なんかもう、すごく身近かもしれないじゃん。ここにあるかもしれないし、そこにあるかもしれないし、わかんないんですけど、まあそんなことを考えながら歌ってください。テクニックはその次。頑張ろうね、みんな。というわけで、ちょっとでも歌が上手くなったよとか、この曲のことがさらに好きになったよって人はね、ぜひチャンネル登録して、いいねやコメントお願いします。というわけで、本日もレッスンお疲れ様でした。